僕はとしてミスターコンテスト2日前に辞退させられたしくじり先生です。ゆうた、ゆうま、ひゅう、あむぎり、コムドットです。本日なんですけど、僕もちょっと分かんないんですけど、しくじり先生っていう方がちょっと来てくれてるっぽくて、僕たちの授業してくれるみたいな、うん、ちょっと呼んでみますか。呼びましょう。しくじり先生、お願いします。あ、キングコングだな。うちの旦那どうしたんですか、そんな眼鏡かけて。あ、今日ちょっと真面目な感じ。真面目ではないけど、ふざけてるわけ。真面目です。はい、ということで皆さんこんにちは。どうすこんにちは。ということで今日は僕のしくじりについてお話していきたいと思います。僕のしくじりは、ある犯罪を犯してあるコンテストをクビになった話です。そんなやつがメンバーに犯罪を犯してるのやつ。だとしたら最初の登場ふざけすぎてんの。笑うなよ、お前クソ。先生でもなんでもねえじゃん。それでは本日改めましてよろしくお願いします。お願いします。それでは自己紹介からさせていただきたいと思います。はい、僕の名前は鈴木大和、21歳、現在上智大学に通っています。結構年は結構いってるんですね。あ、上智大学に入学いたしまして、はい、まず第1週間目にですね、フレッシュマンウィークというものがございます。まあ、それはですね、まあ、サークルの勧誘活動であったりとか、まあ、団体の勧誘がありまして、僕はそこであるコンテストに誘われます。そのコンテストとは何でしょう。あ、質問してるんですか。めんどくさ、ただの講演じゃないんだよ。まあ、適当にじゃあ答えた方がいいんじゃない。じゃあ鳥人間コンテスト。あー、ぽい走ってそうだもんな。あーって言ってそうだもん。ダメだ、広げないでください。広げないで。なんか先生ってワニ顔じゃないですか。ワニマッスルコンテスト。誰がワニマッスルコンテストやいいさあ、でもありますよ、結構いいね。たくましさ、美しさなど、まあ、技を使ってハートを得るポケモンコンテストですか。高速でその髪型は禁じられてます。うち角刈りはなしです。なし。これ OK で、これうちの学校は角刈りはなし。角刈りはなし。おしゃれさんとつながりたいグラム。恥ずかしすぎ。今時だね。おしゃれさんとつながりたいネクタイしてますね。ということで正解はミスターコンテストです。あら、あら、あれ、まあ、ミスターコンテストというものを簡単に説明しますと、早くねファイナリスト5名ほど選出されまして、はい、その期間中の活動を通して、まあ、Twitter の投票だったりとか当日の投票だったりとかを持ってグランプリ、準グランプリ、また各賞を決めていくというコンテストなんですね。すいません、真面目に話してて申し訳ないです。チャックだけは閉めてもらっていいですか。うっかりうっかり、わざとわざと。どっちで。ふざけんなよお前。うっかりとわざとは対立だろ。ということでですね、そのコンテストにスカウトしていただきました。もしやる気があれば面接を受けてくれと。で、僕人と変わったことをするの好きだと。目立ちたがり屋だと。はい、そこで僕は面接することを決めました。まあ、当時1年生ということもありまして、インパクトを残そうと思って面接であることをします。それは何でしょうか。はい、角刈り君、一発ギャグですか。あー、いい線いってます。何々じゃないんですかって言ったら先生だから。一発ギャグじゃないんですか。違う違う。コアラの一発ギャグじゃないんですか。オーストラリアからコアラワニ。まあ、まあ、そうです。一発ギャグを選んでない。あー、私ね、見たことあるんですよ。先生が実は過去に上げてた動画みたいなのを SNS で見つけちゃったんですけど、半沢直樹と大和田常務のモノマネを2人で一役やってるみたいな。したことないぞ。痛いやつやってたじゃないですか。それやったんじゃないかなって。どんなんでしょう。日本和田常務。そうや、あ、そうです。突然すぎて変わってる。変わってる。5年前からちょっと違う。外してるってことで大丈夫ですか。まあ一番欲しいのがアメギリ君のも、あれ、一番欲しいのがアムギリ君の一発ギャグですかね。今なんかモノマネみたいに言ってませんでした。なんかも、うん、一番欲しいのはアムギリ君のもってことなんですけど、モノマネだと思いますかね。モノマネ正解です。あ、おお、ありがとうございます。ということでですね、僕モノマネをしたわけですよ。面接官25人ぐらい。おー、すごい。がっちりした感じ、こうみんなをパッで僕入ってくるわけですよ。ニューマダジョン2回目。ふざけてるっすね。反省してるっていうことで呼ばれてると思うんですけど、あんまりふざけないと思っていいですか。はい、その面接会場でですね、ド緊張感が走る中、僕インパクト残さないと必死でした。福山雅治さんのモノマネをしました。おお、賭けに出てんな。友達でもいられない言葉、恋人には戻れない言葉。
バーン。当時も確かこんな雰囲気でした。確かに話しますけど。こんな感じでした。これでインパクトは残したと、100か0かなって思ってたわけですよ。後日、はい、メールでコーヒーの、ね、発表があるということで、うん、待ってました。高原君という友達の合格でした。はい、おー、それはすごい。まあ、見事に合格ということで、晴れてミスターコンテスト出ることになりました。あ、まあ、具体的にそのミスターコンテスト何をするっていう、皆さんあんまりイメージつかないと思うんですけど、はい、約ね、5ヶ月間ぐらい活動という名のもと、いろんなことをしていくわけですよ。まあ、具体的にどういうことをしていたかというのをちょっと皆さんに考えてみて。あー、なるほどね。近所のゴミ拾いとかですか。あー、なるほど。まあ、それもするだろう。ベルマーク集めたり。あ、ちょっと地味すぎます。いや、けど、うわ、はぁ、そういうとこだろう。いや、5ヶ月間もあるわけでしょ。映える壁を探しに行ってたんじゃないですかね。ああ、そういえば生きった写真めっちゃ上げてたな。そう、恥ずかしいね。恥ずかしいね。ごめんなさい。前すぎない。まあ、これ正解といたしましては、はい、まあ、浴衣を着て、まあ、地域のなんかこう打ち水活動したいところですね。ということでですね、まさに先生、はい、すいません、飽きました、帰りたいです。え、ありですか。ありです。え、お疲れ様です。まあ退屈な授業だろうけど。待ってくれ。早めに行っときゃよかったね。待って後ろ走ってる、後ろ走ってる、後ろ走ってる。ということでね、僕今となっては真面目なキャラクターじゃないですか。まあ一応リーダーという立場もありまして、まあ真面目なキャラクターやらさせていただいてるんですけど、まあ当時ですね、まあ周りの先輩方だったんですけど、まあ一緒に出てた方々がイケメンだとかなわねえってなりました。そこで僕はあるキャラを見出しました。何キャラクターでしょうか。わかった、マンションキャラだと思って。ああ、隣の号室の人とかも仲良くできるイケメンですよ。それはすごい。いい案だけど薄いよ。あれじゃないですか、公園でキザな写真撮りキャラじゃないですか。まあそう。いや、全員不正解ですね。なんで。あ、正解は破天荒キャラですかね。ということで僕は破天荒キャラを、まあ、選択しまして、キャ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 みたいな。ツイッターとかも結構盛んにこう面白い感じでやったりとかしたりと、うん、まあメンバー内でもちょっとお笑い担当じゃないですけどやらさせていただいてました。すいません。はい、ツイッターかなんかで毎日投票してくださいみたいな、はいはいみたいな、はい、投票してみたいな、はい、身内なんで協力してたじゃないですか、はい、まあ投票してたりリツイートありがとうとか言って、はい、あれって僕たちこれ投票するの意味あるんですか。それはあんまり聞かない方がいい。聞かない方が言ったらですね、あれって当日の票とツイッター票の割合が学校に違うんですよね、ありまして。それの割合って何対何なんですか。そこ聞く。言っちゃえば、例えばですね、はい、当日1人来るのがツイッター100票分。100、え、マジ。そうです、まあ、学校によって違うんですよね。これ大丈夫か、言っちゃった。まあ、当日が本当に大事ってこと。投票自体に僕はそんなに意味はないのかな。今となってはぶっちゃけ当日のパフォーマンスの方が大事、オーディエンスを巻き込む力だったりとかが必要なのかな。最初はですね、まあね、その先輩方とかも結構バチバチ負けたくない感じだったんですけども、可愛がっていただいたなっていうか、まあ、自分のキャラを見出しまして、まあ、ディズニーランド行ったりとか、まあ、一緒にご飯行ったりとかして仲良くなって、でみんなにいいイベントを作ろうと、戦うじゃなくて使っているといいコンテンツとして盛り上げようみたいな、スタッフの皆さんたちともいいコンテンツを作りましょう。前日迎えます。ここで事件が。やっと問題です。まだだって犯罪なんてしてないですね。ここで僕は学事センターに呼び出されます。まあいわゆるなんかまあ校長室じゃないですけど、悪いことした人たちが呼ばれる場所に呼ばれる。全く身に覚えがない。強いて言えばハロウィンでちょっと羽外しちゃったかな。上裸とかで動き回ったのが学校に積もっちゃったのかなと思ったんですけど、学事センターに呼ばれました。とりあえず急いで行きますよ。フリップみたいなのをいっぱいこう用意されてますね。まあその指導員の方が、お前未成年飲酒したな。証拠があるんだと。このフリップは証拠だったんですよ。3枚ぐらいありまして、で何の写真かというと、中学校の時のツイッターのトップだったんです。高校の時のインスタで使っていたトップだったんですよ。でえってなって、で未成年飲酒してるだろうって言われたその写真、高校の友達とどこで行ってたんです。お酒も飲めるような場所なんですけど、みたいな場所で写真みんなで撮ってます。活動屋さんで湯飲みを持って写真を撮ってトップ画にしてるやつ。マジでお酒一個も飲んでないんですよ。でマジで飲んでません。どういう形でその発見されたんですか。聞いたところ、学校に垂れ込みがあった。うわー、誰か探して学校に送ってきてるっていうことですか。人がいるってことですか。明らかなことが一個あるんですけど、目の泳ぎ方がすごいんですよ。顔ごと泳ぐっていうか、なんか日向君じゃないですよね、垂れ込んだ。
僕じゃないですよ。応援してくれてて当日も来るって言ってましたから。話続けて大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ということで僕はとにかく店の人してないで、当日ソフィア祭っていうのが4日間ありまして、1日目、2日目、4日目で、4日目が本戦でコンテストがあると、1日目にミスミスタープロがありまして、あ、無事僕そこに出ることができましたね。明日も頑張りましょう言うてました。学術展の村上さん、またです。お前未成年収してないって言ってるの、新しく写真が出てきた。完全にビール瓶になってますよ。それが友達との写真なんですよ。友達がインスタグラムに上げたやつをスクリーンショットして学校に送られてきた。ヒュー君大丈夫ですか？ヒュー君大丈夫ですか？そんなないですよ。あ、全然そんなわけない。そこでですね、はい、まあ僕も飲んでしまったと。酒飲んだよんか。あいつ犯罪犯した。僕は未成年飲酒をしてミスターコンテスト2日前に辞退させられたしくじり先生です。おっそ。報告。語尾やん動画の。僕出れなくなってしまったんですよ。で夜の10時ぐらいに学校呼び出されまして、ミスター5人。山本のせいで。俺のせいです。で、スタッフの方とかも来ていただいて。お前迷惑かけてやんなよ。心配謝ったね。あっ出れなくなったと。まあ、スタッフの方がね、みんなに山本が未成年飲酒して出るのか。山本未成年飲酒したの言ってたし、密告したのが君っていう疑いすらかかってますよ。なんで動画にしてんのこれ。まあ、ミスターのメンバー泣いてくれまして、せっかくここまで頑張ってくれたのに。すっごい人。馴れ合いじゃないんですよ。一緒にやりたかったね。戦友だよね。悲しんでくれまして、スタッフの方が泣いて、せっかくここまで頑張ってきたのにちょっとかばってやるのごめんみたいな、うん、でも僕も泣きまして、まあ、ミスターコンテスト結局出れなかったんですよ。でも実際のツイートはこちらです。正式にもう出れないっていうことをこのアカウントの方で言って、まあ、辞退という運びになりました。ここからが僕が皆さんに学んでいただきたい部分なんですけれども、はい、世の中は怖いぞっていうことですよ。真相を全て語るとですね、はい、まあ僕なんかこうペラペラ話さないようにしてるんですけど、いろんな方々からね、こう、なんでお前辞退したのか、まあ、いろいろ言われましたけど、これですね、誰が密告したかっていう話なんですけど、2チャンネルの方々ですよ。っていうのも、2チャンネルってあのスレッドっていうのが立つじゃないですか、はい、でスレッドに今年の未成年ミスミスターまとめみたいな、その未成年の、まあ、僕も含めですけど、他の大学もバーって並べられてるわけですよ。こいつらが犯した未成年飲酒喫煙の写真、過去のツイッター、インスタグラムのアカウントから探してこいっていうふうにスレッドが立ってるわけですよ。まあ、僕は後からしたんですけど、僕が辞退する前にそのスレッドに入ってた3人が実際辞退してるんですよ。8月の時点で僕のその飲酒の写真見つかってるんですよ。じゃあ泳がされてたってこと。そうです。その文字としてこいつ結構目立つキャラそうだから、目立つだけ目立たして当日なんかグランプリとか掘らさしといて、それでこれを告発してやれば、この上智ブランド地に落ちるからみんな黙っとけっていうわけですよ。このスレッドを作った人がいるんですよ。うわ、でとにかくみんな騒がない、炎上させない、一見眠らせこう、このネタを。もう右に習えじゃん。スレッドっていうのは何？あ、スレッドっていうのはなんかこう部屋みたいなものですよね。一つの話題部屋みたいな。あ、部屋みたいなもの だそうです。例えば僕が出て、もし仮になんか賞をいただいた時にそれを炎上させよう。出る杭じゃ甘いってことだよね。出過ぎた杭を上に登ってってダーン行こうとしたってことだよね。どんちんじゃうですか、その人。笑ってるんですね。え、笑ってるんですか。笑ってるんですよね。あいつ笑ってる。本来の作戦通りだったら、僕がじゃあ出た後に告発されて叩かれるべきじゃないですか。そこで上智の OB の方がそのスレッド見つけまして、それを炎上させたんですよ。その場でスレッドあれしたの。炎上したんです。スレッド見つかったら上で。スレッドって覚えてからめっちゃ使わないですか。使ってないですけど。なんでそんな悪いことするの。なんでその OB の人たちがスレッド燃やしたかっていうと、この子が多分名が知れてから叩かれたらもう就職もできなくなっちゃう。無名の状態の時に燃やして叩いてあげて、より被害を少なくしようみたいな感じで、OB の方々は割と擁護じゃないですけど、してることは悪いから学校には通報するけど。就職活動の頃には鎮火してるように。そうですね。スプレーが燃えちゃって、はい、まあ、とにかくその番号とかを貼られて、まあ、当時調査についた着物の会社とかワックスの会社とかに、まあ、そこに電話殺到しちゃったみたいで、まあ、学校も対処せざるを得なくなって、で、まあ、学校も対応して、まあ、僕が辞退っていうふうに。結構なことですね。そうですね。まあ、だからもう当時すごい怖かったですよね。鍵開けにしてるそのものがバン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 兄ちゃんに貼られてた。身内ってことだ。身内ってことですか。敵は自分ってことだ。あ、敵は自分じゃないです。敵は身内ってことです。昨日の敵は今日の敵ってことだ。そしたら敵ばっかです。だから石の上に3年ぐらい我慢してれば今度は敵。いやだけど文字の違いだったんだけどね。3人寄ればですね。まあ、僕とても悔しかったです。そういう風に泳がされたっていうのもありますし、何よりもこう一緒に頑張ってきた
のに出れなかったっていうのと、はい、迷惑をかけてしまったっていうことでまず悔しかったし、一番いい感情じゃないのは分かってるんですけど、青年飲酒みんなやってるよ、俺だけじゃねえ絶対、新刊みんな飲んでるよ、家で酒飲んでるじゃん。こっからは皆さんに学んでいただきたいところなんですけれども、僕のお母さんにあることを言われます。ヤマトと反省してないの、ある意味そこの部分に関してはクソったると思ってましたから、迷惑をかけたことに対してはめっちゃ申し訳なかったけど、なんで俺だけだ、ヤマトと大いなる力には大いなる責任が伴う、まあ、これスパイダーマンの名言でも言われてるんですけど、有名になったりとかパワーを持ったりするのには必ずそこに同じぐらいの責任が伴う、はいはいはい、これが皆さんに学んでほしいことでして、まあ、何がいけないかって僕はプロだなと思って、ミスターとしての自覚が足りなかったと、まあ、公の人間としての行動ではないと、まあ、確かに一般人だったら確かに未成年飲酒もちろんダメなことですけど知る人いっぱいいますと、だから俺も OK だろうとはならないわけですよね。で僕たち今 YouTuber 公の人間ですからね、いろいろ当てはまってくるものがあるんじゃないかなっていう、ふざけがちなね職業だっていうふうに見られてますけど、やっぱり人間としてそういう部分をしっかりしていかないと、そのパワーが大きくなるにつれて責任も増えていく、なんで皆さんにはそこの点も踏まえて、まあ、より一層ね行動などを気をつけながら一緒に YouTube 活動を頑張っていきたいなという真面目な授業です。はいはいはい、これで僕のしくじり授業を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ということで、はい、いつもね、やってるあの長い挨拶だけ最後やりますか。ああ、いいですね。5分間ぐらいでもできるか。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えぐい。マジで疲れたな。